気温もね、随分上がってきて、自分的にはね、かなり紅葉が冷めたなというふうにね、思ってるんですけどね。自分ではそういうふうに思ってますけど、よく言われるのがね、紅葉、こう赤みをね、維持してますねということでね、褒めていただける場合が多いです。自分的にはね、そう思ってないですけどね。ですのでね、今日はね、なるべくこの紅葉を維持する方法、自分が考えてるね、そういったやつとか、またなぜね、そういうふうにこう見えるのかというようなことについてね、ちょっと今日お話しできればなというふうにこう思ってますので、最後までね、今日の動画も、お付き合いくださるとありがたいです。それではこの後ね、その説明をしていきたいと思います。それではですね、紅葉をね、今の時期ですね、今の時期、紅葉をね、どのようにこう維持するかっていうか、こう長持ちさせるかっていうようなことでね、ちょっと話をしたいと思うんですけど、あれですね、どうなんすかね、もう自分的にはね、かなり紅葉が冷めてるなと思うんですけどね、ただ、まだ赤いですねって言われることが多いから、今日のね、こう動画を撮ってるんですけどね、考えられる原因っていうのはやっぱり日当たりと、あとはあれですかね、水やりの方法ですかね。他の動画でも言いましたけどね、多肉の育成には日当たりと、風と、水やりが大事かなっていうようなとこあるんですけど、日当たりと、風はね、なかなかこう自然の環境下ではこうコントロールがしにくいけど、水はね、水やりの方法だけはちょっとコントロールできるなっていうようなとこあるんですけどね。で、まずは日当たりってことになるんですけど、うち結構ね、日がよく当たってるんで、その差をこう、比べるのがちょっとこう、いろいろ難しくてね、ちょっと考えられるっていうか、こう、わかりやすいかなって思うのを持ってきたんですけどね。まずこのショコラ。ここに札があるんで、こっち側から日が当たってるね、普段はこう。ですので、こういうふうな綺麗なね、オレンジ色。最近ね、特に色づきましたね。オレンジ色なんですけどね、でこっちの方が日が当たってないんですよ。こう札がありますからね。これ取ってみるとこんな感じで、ほら緑色でしょ。全然色が違う。日が当たってるとこういうオレンジ色、当たってなければこんな緑でね、こういう感じなので、やはりこう日当たりっていうのはね、大事だろうなというのはね、これを見ても思うんですよね。紅葉云々以前に、やっぱりね、植物っていうのは太陽によく当てないとね、健康には育たないんで。で、こちらがね、クラッスラのクラバータ。これはね、夏になれば、こう、赤くなるタイプのやつだよね。クラッスラ、春秋型もあれば、夏型もある、冬型もありますんでね。これが冬型になるやったかな。ちょっとうろ覚えですけどね。で、クラバータ、日に当たる方はこういうふうにね、赤い。かなりこうドス黒いというかね、そういう感じのこう赤色なんですけど、これちょっと分かりにくいかもしれない。こっちの方が日が当たらない方ですけどね、こうなるとやっぱりこうここら辺とかね、こう緑色、こう緑が出てきてますね、日が当たってないのはね。で、当たっとけば、こういう感じでね、赤いと、こういう風で、こちらもね、日当たりがやっぱ大事かなっていうのがわかると思います。で、こっちが、これがね、真ん中にあるのが、これが自分の好きなブルーエルフなんですけどね。これは日当たりプラスね、水やりのこう、大小というかね、土の乾きやすさ、そういったことがあると思うんですよ。これがよく日に当たっててね、これがすり鉢のキョウさんが作ってる鉢、すごいこう、乾きやすいんですよね。こういう感じ。上薬しかそれも塗ってないからね。めちゃくちゃ乾きやすい。で、日によく当たってる。ですので、こういうふうにね、コロコロっとして、葉も伸びてなくて、こうコロコロっとして、こう、可愛いですね。こう、葉先も濃いをしてね。ブルーエルフの特徴がよく出てる。で、こっちの方がね、棚のね、一番下の奥の方に置いてたんですよ。ちょっと自分もね、うっかりしてたんやけど、ローテーションとかもせずに奥の方に入れて、で、普通に水やりしてたんで、ね、こちらに比べて葉がめちゃくちゃ長い。こっちの方があれですよ。先輩苗ですよ。こっちの方が後輩苗なのに、こういうふうにこう、葉が長いですよね。これ短いでコロコロしてる。こっちの方は日があんまり当たらなくて、水やりが多めだったんで、こういうふうにね、葉が長いですね。ひょろ長い。ひょろ長いし、こっちでいうこうね、
葉先の赤いこうブルーエルフの特徴というのが全く出てないですね。まあこれはちょっと赤いですけどね。だからこんな感じで、紅葉プラスこう葉の形からも変わってくる、ですので、日当たりと、まあ、水やりということがまあ大事になってくるんかなという気がするんですね。でこれが同じやつのね、同じ品種のザラゴーサイチ、同じ時期にお迎えしたやつですね。でこっち、これはね、今度はね両方ともよく日が当たってるんですよ。で鉢のサイズ感がこう違いますね。これが、A の25、これが30かな。だけどこれがやっぱ水やりの量でちょっと変わってきてるよね、日当たりは同じ感じ、こちらの方が、ね、まあ鉢も小さいからまあ少しこう水厳しめ、もともとも厳しめに育てる。でこっちの方は大きく下に水をね、たくさんあげてたんですね。ですのでまあ紅葉云々っていう感じでもないんやけど、こっちの方がやっぱ緑が強くなってきてますよね、水を与えて葉もだからちょっとサイズも大きくなってるけど、葉もちょっと細長い感じですよね、こっちの方がね。こちらの方は葉も短いでこうギュッと締まってる、厳しいからですね、ですので、同時期に迎えたこの2つを取ってみても、まあ、鉢のサイズ感が違うからね、まあ、一概には言えませんけど、こういうふうに、違ってくるんで、だから水やりあんまりやりすぎるとやっぱりね、どうしてもこう紅葉っていうのは冷めがちですよね。でその水やりなんですけど、まあちょっとねこれが分かりやすいかなってことで風船があったんで持ってきたんですけどね、全くね、葉に水がない枯葉に近いような状態がこの風船だとしたらね、この中に水がないってことで、これを葉に見立ててます。がこういう感じとした時に、どんどん葉に水がなくなると、葉って葉の中の水分のうちこれぐらいと思うよね、これぐらい。んでこれを、自分のやる水の量っていうのはこれぐらいになったらこれぐらい上げるイメージなのね、これぐらいになったらこれぐらい、葉の中に水が入るようにね、できない、こう腹ね8分目じゃないね、腹6分目ぐらいかな、そんな感じで、お腹いっぱい水をやるとこんな感じかな、だからいっぱいやるとこれぐらい葉が膨らむと。だけど自分はこの状態からこの状態までしか水をあげてないんですよね。この状態からここまでやるとこの風船みたいに緑色になっていく。これをこれぐらいやると、赤みがなんか維持できる。風船もそれ見立てた色合いにしてますけどね。ですので自分は、あれですね。まあ、たまにはこれからこうなるように腹いっぱいあげる時もありますけど、特にこう夏とかね、冬とか冬の寂しい、寒いね、凍るような時期とかもそうですけど、あと夏の暑い時期とかもそうですけど、これをこれぐらいしかやらない、これをこんなにやることっていうのはまずない、これが大体自分の育て方なんですね。まあ前の動画でもコンパクトに育てる方法っていうかね、そういう感じでも話しましたけど、だから自分は厳しめなんですね。だから枯れ葉も多くなるんですよね。この葉をこれぐらいしかやりませんからね、何回も言ってますけどね、だから、感じ的にはあれですね、だから方法としては火によくこう当てていく、それと、お水は腹6分目程度、そういう感じでやるのがまあ少しでもあれですかね、こう紅葉をこう維持していく、そういった方法になるんじゃないかなというふうに思います。方法論としてはそんな感じなんですね、で、方法とは別にそもそもっていう話があるんで、それはちょっとまたね外に出てちょっと今からお話をしたいと思います。先ほどはですね、まあ紅葉をね、どんな感じで維持するかっていうようなことでちょっとね、話をさせてもらったんですけど、それよりも何よりもね、そもそも論がちょっとあるのかなと思います。随分ねこう色は冷めてきました。例えばラズアガとかね、これかなりね色が取れてるんですね。だけど紅葉した時の、色合いというのはすごく綺麗なんですよね。まあこういったやつもあるけども、そもそもとして例えばここにあるこうアメストロウとかね、こちらにあるのは、マルバアメストロウ、ね、
こういうやつとかですね。例えば、そうやな、このビクターレーターね。これ3つともビクターレーターですけど、タウラス、まあ、タウラスイコールロメオですね。で、アイオイガサとか、フランク・レイネルトね。あとはね、そうやな、こういった熟士とかね、こういったのはね、そもそもあれなんですよ。紅葉が冷めるも何も、大体ね、通年赤いんですよね。うん、ですので、紅葉が冷めないというか、もともと、あれですね、夏でも赤いやつ、そういったことを、前提に多肉狩りをするようにしてます。全体的に赤みがなくなるんで、だからあれなんですね、夏でも赤さを維持できるこうロメオ系ですね。ロメオ系っていうのを自分が結構集めるのは、そういったところにあるんですよね。うん、それと、赤い多肉と、これ目の錯覚かもしれませんけど、赤い多肉と白い多肉が混じることによって、あれですね、赤が余計引き立つ。だからそういったね、目の錯覚もあるのかなという気がします。うん、ですので、育成云々とかいうよりもそもそも論として、自分はね、夏でも赤い多肉というのを比較的ね、選んで買ってる、そういったところがあります。だから、そこへね、注意して、多肉をね買って集めていくと、こう色合いがこうカラフルっていうかね、こうバランスよく白もあり青もあり、緑もありか、赤もありということで、そのコントラストでいい感じになるんじゃないかなと思いますんでね。はい、それはこう育成論云々とかいうよりも、多肉のチョイス、そういったことで変わってくると思いますんで、はい、そこへん注意して多肉をね収集していくと、いいんじゃねえかなと、そういうふうに思います。はい、ということでですね、また外から中に戻ってきたんですけどね、ですので、方法論としてあれですね、日によく当てるとか、水やりを、まあ、腹6分目程度っていうことで、のやり方はあるけど、感じ的にはね、そもそも、夏、あったかい時期に赤い多肉をチョイスしてる、なんかそっちの方がね、なんか大きいんじゃないかなという気がしてます。はい、ですので、多肉をどう選んでね、あとはバランスよくこう棚の、配置をどうするかによっても、こう色のコントラストとかでこうすごく紅葉したように見えるとかね、そういったこともあるかと思うんで、それはまあ皆さんね、多肉狩りの時にいろいろ考えて、赤ばっかりじゃ面白くないからですね、いろんな色をこう揃えて棚に並べていくと、こうよりカラフルになってね、見栄えが良くなるんじゃないかなと思いますんでね、はい、今日はそういったことについてお話をさせていただきました。はい、ちょっとね、お題とは少し変わってできてるかなという気もしますけどね。はい、多肉の育成とかね、狩りの参考にしていただければありがたいです。はい、ということで今日の動画を終わりたいと思います。チャンネル登録とかね、高評価していただけるとありがたいんで、お願いしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。